はい。では、代入法の解き方について説明していきます。はい。まず、こうやって X はとか Y はってやると、この代入法を使った方が計算が楽です。はい。さて、やっていきます。例えば今、X は 2Y ってなっている。さて、これって、X と 2Y が等しいですよ。つまり、これとこれの価値が一緒ですよって言ってます。例えばお金で言うと、千円札と500円玉2枚の価値は一緒です。これらが等しいですよって言ってると考えてください。X と 2Y の価値が等しいんです。はい。であれば、ここにも X というものが。はい。じゃあ、X と 2Y の価値が等しいんだったら、X の代わりに 2Y を入れてもいいよね。だお金で言うと、両替したみたいなイメージです。X の代わりに 2Y を入れます。すると 2Y プラスの 3Y はマイナスの10。5Y は、つまりマイナスの10なので、Y はマイナスの2ってなります。はい。で、まあ、代入法のいいところは、この後 X がすぐ出ます。マイナス2を Y のところに入れたら、X は、マイナスの4でいいよね。はい。で、次です。これも x はになってるので代入法がいいです。x はマイナス 2y プラス3と価値が等しい。はい。で、下の方を見ると、ここにも x があります。はい。x とマイナス 2y プラス3の価値が等しいので、X の代わりにこのマイナス 2y プラス3を入れても問題ないはずです。はい。するとこうなる。マイナス 2y プラスの3。マイナスの 4y はマイナスの3。まとめます。マイナス 6y はマイナスの6。プラス3移行したらね。はい。なので y は1。はい。これも y は1を、ここに代入すると x がすぐ出ます。マイナス 2×1 だからマイナスの2。こっち書こうかな。マイナスの2プラスの3。なので、X は1です。はい。で、次、括弧の3番。これもまず X は 3y プラスの7。X と 3y プラスの7の価値が等しいです。はい。で、上の式、ここに X があります。なので、3y プラス7をここに代入する。はい。ただ、その時注意してほしいのが、代入するときには、まあ、括弧をつけた状態で代入してほしいです。い。まあ、1番、2番に関しては、なくてもそのまま、いけたので、ついていないんですが、代入するときには、基本的には括弧をつけて代入してください。はい。なので、この2を分配法則します。はい。6y プラス14マイナス 5y イコール13。すると、y は、マイナスの1で出ます。はい。で、やっぱりこれを代入して、x も求めます。x は、マイナスの3プラスの7。なので、x は4です。で、次4番。これ、どちらも y はになってるので、どっちを基準に考えても OK です。はい。上でいこうか。y は 5x-6 と価値が等しい。で、下の方にも y があるので、ここに 5x-6 を代入しても OK です。はい。するとこうなる。5x-6 は 3x プラスの8。はい。まあ、ここも、ごめん、括弧がなくても問題ないので、つけずにいこうね。はい。で、あとは方程式です。文字は左に集める。数字は右に集める。すると 2x は14。なので、x は7です。はい。で、まあ、どちらに代入してもいいので、今回じゃあ下に行こうかな。は
はい、下に代入すると y は、7321プラス8なので y の答えは29が正解です。はい、で次5番です。5番ちょっと注意してください。この場合 2x は y プラス1なので 2x とy プラス1の価値が等しいんです。はい。で、上の方を見ると、ここに 2x があります。であれば、2x の代わりに y プラス1を、代入することになります。はい。よって、y プラス1マイナス 5y イコール13ってなる。この場合、前の2はなくてもいいよね。2x の代わりに y プラス1が入ったので、この2は残らないです。はい。すると、あとは計算です。マイナス 4y は、12。なので、y はマイナスの3。はい。で、やっぱりこれを代入して x まで求めます。2x は、マイナス3プラスの1。2x はマイナス2なので、x はマイナスの1です。